こんにちは、さきえです。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日は顔出しでお話ししようと 思います。はい。最近ね、また感じていることを話そうかなと思ったんですけれど、今回ね、冥王星がね、動いたのがあったじゃないですか。つまりその、風の時代に本格的に入ったよっていう、それが11月20日でした。で、その後、もうこんなにも変わるんだというか、あれだけその前後で光が増して、みんなの意識の、反転を感じたんですよ。感じてる方多いかもしれないけれど、で、やっぱりね、そこですごく感じたのは、我々人類が、チャネリングとかリーディングとか、例えば先を読むだとかっていうことは、すごく限界があるんだなって思ったんです。なぜかっていうとね、本当に大事な今回、タイムラインの変更があったんですよね、地球の。我々人類が体験する未来が、こっちの予定だったんだけど、道変更になったみたいな。つまり我々にとってすごく好ましくて、安心できて、よりみんなでやっていける方のタイムラインをみんなで選んだっていうのがありました。これにはものすごくたくさんの存在が関わっていて、宇宙の存在ですよ。で、そういう本当に極秘機密事項みたいな感じですよね。そういうものっていうのは、そのエネルギー的に読まれないように高度なテクノロジーでブロックがされている。つまりその、何 鳥かごにさ、布かかってるみたいな感じで、中見えないようになってる、絶対に。っていうのをすごい感じました。本当に重要なことは、だからさ、流行り病もそうだったじゃない？あれが起こる前に何が起こるんだってなって、誰もわからなかったけど、それが始まったとか、そういう大事な局面、つまり、この次元上昇が、我々が望む方向に行くように、みんながやってくれてて、本当に大事な情報とかっていうのは、もう絶対に出てこないようになってるんだなっていうのをすごく感じたところです。だからなんか、結構ね、びっくりした人多いと思うんですよ。あ、ぐんって変わったからさ、そのタイムラインが。なので、未来を憂えたり、心配したり、不安になったりっていうのは、我々体がある人類がね、思うところなんだけど、やっぱりそれよりも今の自分と一致して、自分自身が本当に今一生懸命生きるっていうのがすごく大事だし、で、どんな分野の人たちも今自分と何、一致してない、つまりずれてるところを修正させられるような動きがみんなに起きてて、で、いろんな揺さぶりとかさ、あって、で、違和感とかも感じて、自分にどん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 一致しようってしてきてる。自分っていうのは中心とか今こことか魂とか心とかそういう感じです。つまり今さ、なんか、例えば何かを食べたならそれをもう全力で美味しいって思えてそれを感じるみたいなこととか。つまりその心配して未来行っちゃったり、それから後悔したり何かを考えてずっとぐるぐるして過去に行っちゃったりじゃなくて、今にいる、今の自分と一致している状態になれるようにっていう流れがね、もう来てるじゃないですか。で、みんなどん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 今一致してきてるしさ、本当にさ、意識の反転が起きてるから、なんか、これまではずっと苦しかった人たちが、なんか自分に対して働きかけたり、向き合えるようになったり、自分のために行動ができたり、決断できるようになってるっていうのが本当にすごいなって思っていて、だからめちゃくちゃ嬉しくて、だからね、なんかその、本当に自分と一致するっていうことが大事。で、自分と一致するには、自分の望みを知らなきゃいけないんですよ。で、これからね、11月20日当日とか、その前に、いくつかお話ししたことあったんですよね。これからの時代はこうした方がいいんじゃないでしょうかっていうお話をしたんですけれど、
それをね、もうすでにしてる人もいるの。つまり自分自身として生きてる方も多いんだけれど、じゃなくってまだちょっと手探りだなっていう方もいるわけです。でもそれは遅れてるとか、なんか自分がダメだとかじゃなくって、そういうそのプランで来てるから、それで OK なんです。自分が今どんな状況であっても OK です。でね、そういう方の力になれたらいいかなと思ったの。もしちょっとわからない、やり方わからないっていう場合ね。自分と一致するためには、自分の本当の望みを知らないといけないんです。例えば、その頭でこれまで考えてたのがあったじゃない？例えば、何でしょうね。お仕事をするなら、月収はこのぐらいがいいとかさ、なんか、まあ、人によるけど、世間体があるからこれとか、なんか、前これをやってたから、次もこれをやろう。あんまりワクワクしないけど、みたいなこととかさ。あとは、なんか、義理でこの人と付き合わなきゃいけないとか、なんか嫌だけど、付き合わなきゃいけないみたいな、自分の本当の望みではないことを選んだり、やったりとか、できてたじゃない。でもそれができなくなっていくから、どんどん自分が苦しくなっていくから、波動が上がるごとに、この地球の、振動数が上がるごとに、我々はそのずれてると気持ち悪くどんどんなっていきます。辛くなっていくし、苦しくなっていきます。だから、否応なしにみんな自分と一致させられるようになるの。その時に大事なのは自分の本当の望みを知ることです。ここじゃないんだよ。みんなここに騙されてる。みんなじゃないですよ。ちゃんと分かってやってる人はいるのに。私、それでもう決めて行動してる人も多いけど、これまでの概念だよね。これをすれば安定だとか、これをやっていれば安全だとか、そんなさ、もう変わっていくんだから、で、私たちが変わる必要があるんでね。じゃなく、ここの、つまり心との会話、自分との会話、対話、するために、これいいんじゃないかなっていうのを今日はお話ししたいと思ったんです。それはね、すごく簡単。自分が、何が好きで、何が嫌いかを書き出していってほしいんですよ。できる限り。好きなもの。なんか大枠だけじゃなくていいんですよ。例えばさ、なんか天気だったら晴れが好きとか、ね、なんか曇りはちょっとなとかさ、なんか何ですか？雷が好きとかさ、人によるけど。あと、雪が好きみたいな。でも、寒いのが嫌いとか、そういうことだったり、それから自分が例えば何？ロングヘアが好きとか、髪の色はこれが好き、でもこれは嫌とか、なんかもう本当に全方位。目についたところから、どん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 好きか嫌いかを書いていってほしい。例えば、ノートがあったら、右が好きで、左が嫌いで、わーって書いていってほしい。の私だったら、お洋服は伸縮性がある、ストレッチ性のあるのが好きとか、素材はこれとか、色はこうとか、こだわりがあるわけですよ。で、こういう何、伸びない素材は嫌とか、こういう素材は好きじゃない、嫌いとか、あるわけです。それをどん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 変えていく。そうしたら、だんだん自分がどういう人間かが、分かってきます。人との会話でもそうだよね。こういう話するのは好き。でもこういう話は嫌とかさ。あるじゃない。で、自分が一日の中でこれをするのは好きだけど、これをするのは嫌いっていうのにどんどん分けていく。とか、自分のここが好きとか、ここがあんまり好きになれないとか。どんなことでもいいんです。好きと嫌いを書いていく。で、そうすると、それを見たときに、自分がなんとなくどういう人間かが分かってきます。自分は一体何が好きで何が嫌いなのかを、そもそも我々あんまり知らないんですよ。だし、自分にそれを聞くなんて、誰にも習ってないし、分からない。から、まずそれをしていただくのがいいんじゃないでしょうか。それを眺めたときに、へえ、自分ってこういう人間なんだってちょっと思うと思うの。まずはそこから、かなって思っていて、自分がその好きなことを自分に与えてあげて、
嫌いなことはなるべくやらないようにするにはどうしたらいいかみたいな。それはここと一致することなんでね。嫌いってことは自分のなんかそのしっくりこないってことなんだよね。しっくりこないってことはそれは 違うってことなんです。だから何ですかね。昔は良かったけど今はちょっと違うとかもあると思う。なんかね、本当ありすぎて、例がありすぎて、キリがないんだけれど、まあそんな感じで、自分にとって好きと嫌い、を書いていったらいいかなって思っていて、で、これはね、焦らなくていいんですよ。だってこれからまだ人生長いんだから。で、自分と向き合わなきゃいけないっていうのは、それはそうなんだよ。だって、それをしないと、私たちがなんで生きてるかっていうね、ことになるじゃない。何をしにここに来たんだってことになるからね。だけど別にすごく焦って、自分はダメだとか、急がなきゃとか、まあ急ぐっていうか、まあ人によりますよね、それもね。もうなんか行動しててわけわかんないけど、こうな気がするでやってる人もいっぱいいるし。それは自分のペースでいいです。だから自分がそれちょっとやってみようかなって思ったら、まあ携帯のメモでもいいですよ。パーッと書いていったり、して、自分がどんな人間なのかを知るには、まず好きと嫌いがわからないと、始まらないです。お話にならない。だってわからないじゃない。でも、これは、本当にね、他人軸で全くもう私のように、もともとの私は、もうそれすらもう、あれ？みたいな感じだったの。仕事とかに関してはわかるけど、じゃなくて自分自身のことに関しては、何がどう感じてるのかもわからなかった。で、本当にめちゃくちゃ遠いところから、こう戻ってきた人なんでね。それが最初わからなくてもいいんですよ。わかるだけ書けばいい。例えば紅葉を見るのがすごい好きとか、この神社が好きとか、このアーティストが好きとか、この音楽はあんまり好きじゃないとか、何でもいいんです。この服が好きとか。あるじゃない。このブランドが好きとか、この人のこの雰囲気が好きとか、ね、あるじゃない。なんでそういうことをどんどん書いていく。それで自分を知っていくっていうのはいいんじゃないかなって思います。すごくね、楽しい作業なの。で、今度嫌いがわかるとさ、それに対して対処ができるわけ。とか、選ばなくなったりだとか、何か判断するときの基準になるんですよ。それは、自分の軸で、自分の心と一致して選択するための材料になります。この嫌いが。もちろん好きもだよ。でも、まず嫌いをしないっていうことをしていくと、すごく自分にとっては何？いいっていうか、自分に優しいじゃん、それって。自分が嫌なことをわざわざ、やらなくてもいいんだよ。それはさ、まあいろんなその折り合いとかありますけれど、まあその本当に基本的なことだよね。なるべくそれを自分から、自分にあ、えっと、や、嫌いなことはやらないようにとか、自分に与えないで、好きなこととか、何？これがいいなって、好みだなとか、しっくりくるなを自分に与えてあげるっていう方が、これは本当に最初のファーストステップなんでね。その後のいろいろはさておき、まずはそこから、やってみていただいたらいいんじゃないかなって思います。で、それを見て自分が自分にどれだけ、愛を与えているのか、それからもうちょっと与えたいなって、自分をもっと愛したいなって思ったら、それを見ながらやってみればいい。自分に。無理のない範囲で。今日はじゃあこれをね、この中からこの好きを自分に与えてみようかなって思って与えてあげるとか、今日はこの嫌いの中からこれをやらないようにしてみようかなとか、っていうふうに自分のその指針になるので、遊びみたいな感じでちょっと書いてみていただけたらなと思います。で、それをすることでより、何？無駄じゃないというか、やって終わりじゃないのよ。それで自分を知るじゃない？そしたらその後ずっと役に立つから。で、途中でもちろん変わることあります。人間は気分が変わる生き物なんでね。価値観も変わりますから、全部考え方だったりするから。それは全然 OK です。今の自分の好きと嫌いを知って、で、今後の自分の人生に生かしていく。
ということを今日はお話をさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこれで終了したいと思います。ここまで聞いてくださって本当にどうもありがとうございました。感謝でございます。それではまた次の機会にお会いいたしましょう。それではまた。